今トレーニングの中で階段ダッシュをしているのですが、意識として接地する足が重みを感じないように腕や誘脚をタイミングよく動かして足が素早く入れ替えられ負荷がかからないように走っています。短距離が速くなっても思考の方向としてどうでしょうかって。半分合ってると思います。走るときっていうのはそういう意識をして、走る機能を鍛えるときっていうのはそれと逆を意識するっていう、その両方、両立してみたら、トレーニングではその時早く動かす時のためのパワーを鍛えて、ウェイトの時には早く動かすためにより自分の体が軽くなるような、筋力を手に入れるっていう、その両輪で行ってみてください。